今日天気がいいので、裸になって日光浴もしてますね。昨日ですね、ワグネルの乱から一夜明けて、本日、6月26日ですね、今日は休みになります。というのは月曜日なんですけれども、そのモスクワの市長からですね、昨日のまあですね混乱を受けて、今日はですねステイホームと、休みにするということになりまして、今日はですねそのまま休日になってます。でまあ結局そのなんかね混乱を避けるために、外出を控える、休みということになったわけですけれども、結局まあその話はですね、終わりましたんで、単にまあ休日というふうになってます。でここは自宅近くで、まあ、比較的ですね、人通りが少ない、週末の日に見えるんですけれども、まあ、今はね、今日になってどんな状況なのかっていうのをちょっと話していきたいと思います。まずですね、そもそも今のロシアの状況っていうのをですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。ロシアですね、インターネットは普通に使えておりますが、いろんなサイトがブロックされていたり、いろんなサービスが使えないですね。例えば使えないのは Facebook、Facebook メッセンジャー、それから日本で人気の LINE ですね、使えません。それと Instagram ですね、まあ、メタ社のサービスなのでこれも使えません。それ Twitter も見ることができない。それから YouTube は閲覧することができます。チャット GPT は、ロシアへのサービスを止めていますので、使うことができないです。まあそういった状況で、結構そのブロックされているサービスがいっぱいあって不便なんですけれども、それでもですね未だに、ロシアのね公営メディアは、Twitter で、広報したりとか、するんですよね。というわけで、使おうと思えば使えるわけなんですよ。でどうやって皆さんそうやって、ブロックされたサイトアプリなんかを使ってるかっていうと、VPN というですね、バーチャルプロキシーネットワークというのを使って、接続してます。その VPN 自体もですね、ロシアではですね、どんどんサービスがブロックされていて、つながったりつながらなかったりっていう状況なんですけれども、まあ、それに関してはですねいたちごっこで、VPN の新しいそのサーバーっていうのはどんどん設置されていきますので、それでですね、皆さんどんどんそのサービスを変えて、使っているという状況です。ニュースメディアはどうやって取得してるかっていう話ですけれども、基本的には、高齢層とですね若年層でですね、全く違いまして、まあ、それは日本でも同じかもしれませんけれども、高齢層は多くはですねテレビを見てますね。で若年層方は、まあ、日本でもそうですけどテレビは一切見ないですよね。テレビは一切見ないので、情報はですねネットからの取得になります。でテレビのメディアの内容ですけれども、これはですね、国営メディアの内容になります。国の方針に反するような、内容のメディアというのはもう全部除外されて、みんな国外に出てますので、基本的にはその国のですね大方針に従ったような内容の、大きなメディアの情報しか入ってこないですね。かなりですね、情報が、コントロールされているということになります。ですので、ロシアのですね、基本的にはその、高齢層ですね、の人に話を聞くと、なぜこんなことが起こっているのかとか、ウクライナに対してどのような感情を持っているかという話を聞くと、ほとんどですね、テレビが言っていることと同じようなことを言いますね。我々はこうするしかなかったんだというようなのが、一般的なですね、あまり、情報を取捨選択していないテレビからの影響を受けた人たちです。若年層はどうかと言いますと、もちろんこれは個人差ありますけれども、YouTube はですね普通に 見ることができる状況ですの で Google もですね、見られます。ですので、いろんな情報入ってくるわけですよね。
もちろんロシア語メディアを見ている限りどちらかといえば、新ロシアの情報が入ってくることが多いんでしょうが、当然、まあ、ロシア語でもですね国外の、メディアありますし、それから SNS でですねいろんな情報が流れてきます、ですので、もう現状にうんざりだとか、そうですね、この今起こっていることに関してはかなり冷めた目で見ているという人が、多いような気がします。ですので、まあ、今回ですね、起こったですねこの混乱というか、そうですね騒動について、これもですね、ロシアの、まあ、テレビを見ている層と SNS とかインターネットのメディアを見ている層で、かなり開きがありますね。まあ、SNS 等を多く見ている人の中ではですね、不安になって、モスクワを脱出しようかと考えるような人も一部いたというふうに話を聞いています。で主に、テレビ等を見ている層はですね、これはまあ私の、憶測になりますけれども、まあ、あまり動揺していないとか、まあ、なんとかなるでしょうというふうに、思っている人が、多いと思います。テレビの報道を見ていますと、基本的には大丈夫ですよと安心してくださいというような、報道の内容が多かった、それから、まあ、あまりですね、本件に関して、取り上げない、あまり関係のない、一般的ないつもの番組を流すと、いった状況でした。あとですね、私とか私の周りの人たちですね、まあ、情報を、まあ、多角的に集めている人たちですけれども、その人たちに関しても基本的にはですね、もちろんリスクはあるんですけれども、さすがにですね、そのワグネルがですねモスクワまで来て何ができるのかっていうのを懐疑的に見ていて、もちろんその万が一の可能性っていうのはあるんですけれども、まあそこでですね、まあ騒いでも仕方ないので、まあ現地でですね、その冷静に見守ろうというような姿勢が多かったんじゃないのかなと思います。まあ、実際、私の周りでそのニュース等をですね、多方面からウォッチしている人たちもですね、まあわざわざ連絡してきて、モスクワ脱出するとか、いうような考えを持った人が、いなかったですね。もしかしたらそれはまあ鈍感なのかもしれないですし、分かりませんけれども、まあそのような反応が多かったと思います。実際そのアメリカ大使館のですねウェブサイトを見ても、日本大使館の、まあ、連絡を見てもですね、直ちに退避してくださいとか、これからこういう情報があるので、脱出してくださいみたいなことはですね、そういった話っていうのは、まあ、ありませんでした。で私自身に関しては、まあ、やっぱりですね全くその予想がつかない、ことですし、まあ、実際、まあ、独り身で、移動手段もあったので、まあ、ちょっと荷物を整理して、モスクワから郊外に出ようかなというふうな考えは持ちました。ですけれども、まあ、同時にですね、私、まあ、こちらで、知り合いもたくさんいますし、従業員もいるし、事業もあるし、それと、まあ、現地で、まあ、大きな混乱になったとしても、内部からですね何が起こっているのか、見てみたいというですね、まあ、そういった、まあ、野獣馬根性というか、もありまして、まあ、リスクはあるかもしれないけどもとどまってもいいのかなというところで、まあ、ちょっと揺れ動いていたというところです。で、まあ、実際にですねその後ですね、まあ、モスクワの近く200キロぐらいまで迫っているという話があって、でその後、まあ、交渉の結果、戻って道を戻るという話があった時に、まあなんか、あ、やっぱりかみたいな、まあそういった、印象がまず第一でしたね。もちろんほっとしたっていう部分もありますね。今日今夜、
ゆっくり眠れるなというところもありましたけれども、なんか拍子抜けしたっていうのが多くの人の感想だと思います。一体何だったんだと、ある意味そのなんていうんですかね、期待外れというか、もっとなんかいろんな進展があるかなというふうに思ったんですけれども、そうはならなかった、ということですね。本当に一体何だったんだろうという感じです。とはいえですね、今回のような動きっていうのは、モスクワ、ロシアに住んでいる人、慣れきっているとはいえですね、全く想像できなかったことで、驚いていることも事実ですね。それはロシア現地の人もそうですし、私もですね、さすがにそこまでやるのかびっくりしました。ですので全く予想しないことが今後も起こり続ける、ということですね。ですので、もちろん油断はできないです。ですけども、その全く予想しないことが起こり続けるっていうのが、もうなんか慣れてきてしまっている、ですので、あまりその一喜一憂しても仕方ないなっていう、あまりですね、それで、騒いでも仕方ないなっていう気持ちがあるのも事実です。今後どうしていくかということですけれども、そうですね、何が起こるかわからないというところで、当然リスクはありますので、ロシアだけにいろいろなリソースをね、絞るんではなくて、多方面で、別の国、とかでもですね、仕事をやっていくと、いろいろのリソースを分散させるということですね。そういうことを私としてはやっていこうと思ってます。ですけれども、とはいえですね、モスクワヨーロッパで最大の都市なんですよね。でものすごい経済規模があって、1300万人ぐらいかな、東京と同じぐらいの人口が住んでいるということで、非常にですね、大きな都市で、その仮にですね、誰かが入ってきて、内乱が起こったとしても、人々は住んでいて経済活動は起こるわけで、それでですね、モスクワの経済がなくなるというわけではないので、できることっていうのは続けていこうとは思っています。で、おそらくロシアの多くの人も、そのように考えていると思いますね。いろいろな混乱がありますけれども、それに対して、特にですね、個人で、できることっていう、影響を及ぼすことっていうのはできないし、リスクもありますので、自分のですね、身の回りのことに、集中しようと、いうことがですね、大方のロシアの人たちの反応だと思います。それは、どっち側の考え方を持っていても、そうですね、その中で、特にですね、リスクがある若い男性なんかはですね、国外に出たり、そういった動きはもちろんあります、けれども、それ以外の人たちはですね、仕方ないので、ロシアで、今までの仕事を続けていくと、いうような状況ですね。というわけで、散歩しながらちょっとですね、現在の状況っていうのは私の主観で語ってみました。この後ちょっと街中に出たりするので、それはですね、別途レポートしたいと思います。